あともう一つですね、宇宙戦艦ヤマトのことなんですけども、ヤマト2199についてですね、ちょいちょい文句があるわけですね。で、なんか違うなと思ったんですよ、前から。で、それはいや、出渕君の作るヤマトが気に食わんとかそういうのでなくてですね、引っかかっているのが分かって、今回の宇宙戦艦ヤマト、ヤマト2199というのは、前の宇宙戦艦ヤマトはもう昭和のヤマトはすごい素晴らしかったと。でも今あえてヤマト作るんだったら、ストーリーのメインラインは同じで、これも大賛成です。で、細かいディティールをアップデートしていって、昔よりもっとリアルにしていこう、かっこよくしていこうという線なんですね。だからその船舶用語とかもですね、より海軍用語とか自衛隊用語ですね、海上自衛隊用語に近づけていってやってるんですけども、なんかね、一番肝心要のですね、宇宙戦艦ヤマトが持ってる無茶な部分、つまりなんで一隻なのよと、ガミラスに一隻で行って勝てるはずないじゃんと。それは違うでしょ、あれは何だろう、艦隊でしょうと。本来は宇宙戦艦ヤマト艦隊っていうのがあって、それだったらなんとか対抗できるかも分かんないけども、いくらなんでも一隻は無茶だと思ってですね、じゃあどういうふうにするのかと思ったらですね、やっぱ各国代表の船ですよね。宇宙戦艦ヤマトが、ヤマトが旗艦なのか構わない。だから日本代表宇宙戦艦ヤマトでいいですよ。だからアメリカ代表は宇宙空母ロナルド・レーガンっていうのがあってですね。で、ドイツ代表だったらですね、宇宙戦艦ビスマルクっていうのがあってとかですね。なんかロシアだったらピョートル3世とか、そういうふうなものがあって、でそれぞれが勝手なことを言いながら、揉めながら、内輪喧嘩をしながら、中国が途中で何かこう分離独立を叫び出したり、なんかこう中国の横についている小型駆逐艦チベットというのに対してですね、中国艦が激しく攻撃をするとかですね、そういうネタがあってこそのなんかヤマトではないのかなと。昔のヤマトやった時は、とりあえず圧倒的な絶望的な状況の中で宇宙戦艦ヤマトだけがあったっていう、それはヒーローものの子供アニメの中ではあり方正しかったと思うんだけども、メカとかですね、その用語、科学用語だけを変にリアルに持ち上げすぎると全体のバランスが悪くなっちゃうんですね。で、機動戦士ガンダムっていうのが、やっぱ何がいいのかっていうと、その全体の世界観っていうのをリアルにやったと。で、ロボットをモビルスーツという名前にしたと。で、その結果何かっていうと、決してですね、ホワイトベースやガンダムが戦争を勝利させたのではなくて、あれは総合力としてジオンは負けるべくして負けたと。いわゆる一週間戦争で地球をという条約を、降伏条約を有利に持ち込めなかった結果、物量戦になってしまって、いろいろトリッキーなですね、ビグザムとかそういうモビルスーツを開発したんだけども、総力戦で地球連邦の物量に負けたという歴史的必然回転ですね。いわゆる旧日本軍がアメリカに負けたのは、もうこんだけ物量差があったから、逆に言えばあれはどれだけ踏ん張って有利な講和ができるのかという戦争を、ちょっと日本はやり方間違えてしまって、本気で戦っちゃったのがまずかったわけですね。で、同じくジオンも下手にモビルスーツの性能が良かったから、本来はちょっと地球の反撃バチンとやって、で地球でのうのうと暮らしてる大金持ちたちに、そのなんだろうな、お前ら困るだろうというふうに言って有利な講和をして独立を得る程度の戦争だったのが、いつの間にか地球を征服するということができそうな気がしちゃった。なんせ地球降下作戦も成功しちゃったわけだから、そこでなんか野望が膨らんでしまってアブハチ取らずになっちゃった、そこら辺のリアルさがあるわけなんですよ。だから宇宙戦艦ヤマトも、だから今の時代にそのアップデートするんだったらば、本来勝てるはずが、ヤマト一騎だったらどんな設定作ってもガミラスに勝てるはずがないんだから、そこはもうちょっと世界観をですね、統一させた方が良かったんじゃないのかな、などと思いました。はい。